イースト・ウィリストン駅とは、ロングアイランド鉄道のオイスターベース線の最初の駅であり、ニューヨーク州、イースト・ウィリストンのヒルサイド・アベニューとペンシルバニア・アベニューの交差点にある。第3機情報式による、電化区間はこの駅のすぐ北で終了しており、そのため大抵の列車は、ディーゼル駆動の2階建て列車であるが、1日に、電車列車1本が、朝のラッシュ時間帯に、 ここを起点としている。イースト・ウィリストン駅の駅舎は1880年に開業した。それは当初は貨物置き場と木製のプラットフォームの待合所を含んでいたが、それらは20世紀半ばに閉鎖された。1960年までに同駅舎を囲むキャノピーがたわみ始め、エライダ・ブリハーはそれをアルバートソン駅と同時に閉鎖し中間で二駅を統合することを考えた。 しかし非常に多くの地域社会の反対を受けて、それらの計画は見送られ、イースト・ウィリストン駅のキャノピーは1965年と1966年の間に修復された。高床のプラットフォームは1982年12月に追加された。これらのプロジェクトは駅舎を安定した状態で維持することにほとんど効果がなく、それは1996年12月10日に、 閉鎖された。それ以来、それは、券売機と身体障害者が利用できる車路を有する一体の、風雨にさらされない高床のプラットフォームと大差ないものとして動作している。元の駅舎を保存するための努力は、それが構造的にあまりにも不安定であるということが分かったため失敗し、それは2004年12月11日に完全に破壊された。 コミュニティの一部は、元の駅舎の全く新しいバージョンを建造することを考え続けているが、代わりに装飾的な屋外の待合所を選んでいる。エライ・ダブリュハーは、現在も公式サイトで旧駅舎の画像を使用している。当初の計画では、オイスターベース船全体を電化する予定だったため、第3機場がミネオラからイーストウィリストンまで設置されたが、これは起こっていない。 それはまたミネオラ駅の電車列車を引き返させるには便利で忙しくない場所でもあった。この駅は高い床の単式ホームを2面有し、どちらも有効長は10両である。1番線に隣接する西側のプラットホームは通常南駅またはニューヨーク駅列車が使用する。2番線に隣接する東側のプラットホームは通常北駅またはオイスターベイ駅列車が使用する。 オイスターベー支線はここでは2線である。ウィキメディアコモンズにはイーストウィリストン駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。